届いた届いた、楽しみにしてたのよこの季節を。その日、私は待ちに待った荷物を受け取った。それは牡蠣。牡蠣の燻製が大好物の私は早速燻製作りに着手。もともとは燻製になったものを購入していたのだが、去年からは YouTube で作り方を見て自分で作ることにしていた私。やっぱり旬のは物がいいわ。今年は大粒だし、すっごく美味しそう。ワクワクしながら燻製にしたものを大きな容器に入れてオリーブオイルへ浸し、よし、あとは頃合いを待つだけね。いいお酒買っておこうっと。楽しみすぎると、ものすごく楽しみにし、心待ちにしていたこの牡蠣が、今日あたり食べようかな。仕事終わりに牡蠣で一杯って、あれ、ない。キッチンの棚の下に入れておいた牡蠣が容器ごと消えていたのだ。え、嘘、なんで、まさか泥棒。気になりつつも出社時間が近づいたので出社。悶々としたまま仕事をし、会社を出ようとした時、同期であり彼氏でもある一郎が話しかけてきた。今日時間あったらデートしないか。てか、どうした、なんかあった。牡蠣がなくなってたのよ。泥棒にでも入られたのかなって思ってて。数ヶ月前に付き合い始めたばかりで、家には数日前に初めて呼んだ一郎。付き合って浅いし、こんな話しても仕方ないかもしれないんだけどな。分かっていてもショックが大きかったので、どれだけ食べるのを楽しみにしていたかと語ってしまった。すると一郎が、牡蠣、ああ、この前初めて家に行った時にもらったよ、超うまかった。え、なんで黙って持って行ったの。言ってくれればできた時に分けたのに。どうせ分けてくれるつもりだったならもらってもよかっただろ。すげえ酒のあてになったよあれ。ちょ、残ってるよね、あんなにたくさんあったんだし。え、全部食ったよ、入れ物返すし、また作ってくれよ。はぁ、何言ってんの。そもそもなんで無断で人んちのもの持って帰ってるの。人んちって、お前俺の彼女だろ、お前のものは俺のもんじゃん。じゃあ私が一郎の部屋の漫画や DVD 無断で持って帰ったらどうするの。そんなの泥棒だろ、許さんし別れるに決まってんじゃん。そっか、人のものは持って行っても自分が持って行かれるのは無理な人なんだね。食い物と物は違うだろ、そもそも結婚することも考えて料理の腕をだな。もういい、別れよ、容器だけ会社で返して。こうして私と一郎との付き合いは終了した。一方的に別れを告げられたと思った腹いせなのか、牡蠣の容器は洗わずそのまま返品された。信じられない、放置してたの、匂い取れないじゃん。結局容器も買い直すことに。その後一郎は職場で私のことをケチ女と言いふらし、すぐに別の彼女を作っていた。共通の趣味、漫画や DVD などの彼女らしく、今の方がよっぽど楽しいわとすれ違いざまに言われたりもした。そんなわけ、悪いのはそっちじゃない。しかし一郎がいい思いをしたのはそこまでだった。一郎は私の牡蠣のごとく彼女の漫画や DVD を無断で持って帰り、それを咎められて逆ギレ。彼女のものは俺のものも同然だろ、俺のもん、それは俺のに決まってるだろ。ジャイアンかお前は。会社で言い合いになっていたため上司も参戦し、話の中で会社の備品も持って帰っていたことが発覚。最近備品が異様に減っていると思ったら君だったのか。結果一郎は会社をクビに。彼女にも振られたらしく、金払って謝れって親に言われて、より戻さないかと書き台を持ってきたので、これは受け取っとくけど価値観違うからより戻すのは無理とだけ言ってドアを閉めた。ちょうど転勤も決まったので引っ越すし、さっさと忘れて新天地で頑張ろうと思う。ご視聴ありがとうございました。また見てね。